はい、で今回は視聴者さんからコメントとか DM で真ん中でのエリアでの引退場を見たいって声があったので今回やってみます。で前回対戦した望月岳人選手がディフェンス上手だったので今回またちょっと付き合ってもらうのでお願いします。でルール、10本やります。で10本やって僕が5本ゴール決めたら僕の勝ち、6本守れば望月岳人選手の勝利ですっていう感じでやっていくんで、ぜひ最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。1本目いきます。Waste another day, eyes on my display. You said we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. It's all right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them.のポジションなんですけど、ディフェンスすごい上手で、ちょっといいね、守備できるピボっていい、いいピボなんですね。今日はちょっとディフェンスやってもらったんですけど、まだね、ピボとしての能力ももちろんありますけど、ディフェンスもできるんで、これからもぜひ頑張ってもらいたいと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。望月選手のね、SNS 下に貼っとくんで、概要欄貼っとくんで、ぜひ皆さんチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。